どうもタブヤンです。スーパーモモテツ3続きやっていきたいと思います。15年目、またもやモモスラ出てきました。熊本やばい、また私か。またこの下り。さあやばい。そうか、キングボンビーか。いやーどうしよう、長崎まで24マスか。ちょっと待てよ、確か下にかぐや姫がいたんだよね。特急カード、あ違うわ、すぐ上にいるんだ。レッツゴー。さあ、かぐや姫につけてのこっちでいいか、オッケー、逃げる。よしよしよし、悪いな、かぐや姫、逃げさせてもらうぜ。よし、届かんでしょ。6でも届かんよね、かぐやちゃん。ぐえ、あ、出た。え、潮騒、沖縄か、ハワイじゃないんだ。あ、沖縄、ほっほっほっほ。さあ、アシュラ社長がね、前回ね、初めて、総資産で首位に踊り出たの。おお、福岡とソフトバンクの、ソフトバンクじゃないかな、この頃ね、ダイエーかな、ダイエーと買いましたね。プロ野球チーム2つも持ってるんだけど。そんなことしていいの、利益相反的なね。えアシュラ社長、プロ野球セリーグパリーグ両方持ってるじゃないか、すごいな。本来ならばちょっと許されないでしょうね。さあ長崎まで15マス、逆転、逆転ゴール目指そう。もはや今現在2位ですからね。うりゃ、惜しい。とにかく長崎に向かおう。あ、長崎ほんで入りづらい場所にあるんだよね。あれ、これ卵のとこ行ったらどうなるんだろうね。カード売り場とか、とりあえず佐世保に入ろうか。あ、佐世保炭鉱、よし、ここ買っとこうか、炭鉱ね、3億。沖縄、まあ、15マスか。あー、でも6出したから結構近づいてきたね。かぐや姫、どうせ落ちるとこまで落ちてるもんね、かぐやちゃんは。あー、ボンビ終わった、 キングボンビ。ほほほ、まだ可能性あるよ、長崎入りづらいからね。ほら、5のとこ6出すともう入れないもんね。結構入りづらい長崎ね。確か最初1年目か2年目ぐらいで長崎来たことあるよね。え、アシュラ社長、松本を舞台にテレビ、知名度アップ、1億5000万、すごいな。イベントもなんかね、えすごくなってきたな。さあ行こうか。あー、3足りない、フェリーでなんかもらえないかな。あー、もらえない。ボンビー近づいてきた。おー、プラス8000万、でかいね。
地味な子会社攻撃ね。4000万ぐらい持っていかれるやつでしょ。4500万。ロック出すなよ。よし、まだわからないよ勝負は。小さいデビル、まあアシュラーからすればね、軽いもんでしょう。あ、カードを捨てるのはちょっと痛いでしょうね。さあカード売り場にも入りたいしな。金太郎カード欲しいんだよね。トピックス、おお、伊勢のテコネ屋、テコネ寿司屋。テコネってなんか嫌な言い方だよね。なんだか。どうしようかな、サイコロ振ろうか。あー、ダメか。どうしよう、カード売り場入ろうか。カード売り場じゃないな。クーカード、いやもう目的地カード集めるのはね、さかなりきつい。あー、抜かれた。あ、ゴール、ゴールじゃない、ボンビーつけられちゃったよ。4、あー入らない。あ、なに、キングボンビーのタイメカボンビー、あ、作るんだ。10億円で1台。あ、10億円かかるんだ。で、あの分割払いもできるんだね。なるほど、メカゴジラ、いや R の意味が分かりましたね、ついに。どうしよう、ちょっと特急カード使ってみようかな。ちょうどゴールできるかもよ。ほっ、11マスいけるかな。あ、無理。無理か。とりあえずこっちボンビーをつけての、あ、モモスラの卵があるから通れない、マジか。あ、私も入れたぞ。説明聞こう。現在10億円で1台建造できます。建造費が高いのでお金を少しずつかけていくことができます。99億円まで投資できます。あ、1台ならずに2台まで、2台とか3台いけるのか。1社あたり4台まで。金10億持ってるの。これはちょっと多めに投資し、10億全部投資してもいいんだけど。それちょっとやめとこう。5億投資しておきますね。5億、 OK。 かぐや姫にまくられるか。あー入れない。いや長崎入るのむずいな。1億、もう地味に頑張ってるな、かぐや姫。物件なし。毎年入らないとダメなんだね、 R はね。1年ではちょっときついよ。あ、いいな、1億、8500万。モモスラの卵邪魔だね。うんちカードと同じ意味もあるんだね。実りの秋、秋田、かぐや姫、臨時収入。おお、やるじゃないか。
かぐや姫借金ゼロになったね。どうしよう、ちょっとこれ使おうか、イエローカード。全部黄色これでも全員が全部黄色になるんでしょ。カード、世の中はカードバブル時代ああ地味に子会社、またかぐや姫借金生活か。おお借金生活、かぐや姫あの農林物件持ってるからね。あ、みんなカードマスに入れないというねせっかく黄色にしてやったのに、私が入っておくよ。あ、広島が日本シリーズに出た、だって3勝3敗だって。あ、しかも札幌土産コースだ、だって日ハムみたいだね。なんかすごい2016年の日本シリーズのカードみたいですね。まあね、リアルでは広島負けたでしょうけどね。あー、やっぱり負けるの広島、引き分け延長戦すごいな引き分けってあるんだ、ここ焼きみたいだな。どうなんの、あーやっぱり負けた嘘、2016年みたいですね。しかも負けたら赤字ってことないでしょかわいそう、もうないねカード。お、4321、よし、カード黄色。さあ自分で作った黄色いいの来い、いらない、外れ、特製レカードいらん。あ、まだゴールできない、すごいなこの戦い。あ、かぐや姫が特製レカード持つのは意味があるけどね3出たらゴール、おー出れないあ、6進めるカード、いやこれ決算まで続くのか、長崎入れないっていうね、1年間ゴールなしっていうのは今までないもんね。うん、最長記録かもよこれ。サッカー日本一を決めるチャンピオンシップ、アシュラ社長のメロディー川崎、いいなあアシュラ社長、羨ましい。延長戦 PK 戦、 PK サドンです。あ、自分でシュートできるんだ。アシュラさんゴールを決めたの？札幌ドサンコス。金太郎じゃん。あ、まだ同点？見せるねー。いやー、今プロスポーツが熱いね、今回は。いや、いいな、自分でやりたいな、これ。見てるだけじゃちょっと物足りないねこのゲーム1994年に発売されましたんで、スーパーモモテツ3ね、なのであの J リーグ開幕元年ですね、キングカズさんとかね、ラモスとか津波さんとかね。いやいや、いつまでやるの止めるのか、止めないのかい、終わらんじゃないか、ちょっとコーヒーでも飲んでるよもう。ああ、これ自分がプレイしてなかったらちょっとね退屈だねこれあ、やっと終わったアシュラ社長負けたのかいあ、ペナルティーというか
マイナスはなしなんだ。さあカード、いいカードお願いします。冬眠カード、あ、いいね。これあれでしょ、私以外の誰かが冬眠するってやつでしょ。あ、借金帳消し使うの。ぶっ飛びカードを1億円で、でまた借金なんだそりゃ。あー、結局トップのアシュラ社長が周囲を守りました。そして私がボンビーか、なんてことだ。5億5000万、最高記録ですね今までで。15年目ともなると、あー、私の地元大阪、現在大阪に住んでおります。あー、長崎綺麗になってる。うわうわうわ、シュラ社長が飛び抜けていく、ついていかないと負けられないよ。どうしよっかな。大阪まで19マス、とりあえずボンビーをつけないとね、みんなにあー、一旦はボンビー食らってしまう。ほい、天運カード。あー、ボンビー、あー、嘘でしょ。あー、やめて。でも次のターンからだよね、次のターンからだよね、ボンビーちゃん、ボンビーちゃん。あ、よかったさあかかってこい、ボンビーもらっていけ。よし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 、かぐや姫ボンビーもらっていきました。もうトラマンカード、あっ、ま、順番がね、私の次がかぐや姫というのが。あ、出た目の数の物件捨てる。あー、これはきついね、かぐや姫にとっては。せっかくの農林物件捨てられた強烈だねこれ。アシュラ社長がいての、あっちカードいいな。さあ1月、やっぱり1年に最低1回は目的地入ったね。熊本がそろそろやばいね。使うカード、冬眠カード説明、皆さん知らなかったらね、自分以外の誰かがしばらく眠ってサイコロもカードも使えなくなるというね。天運カード、天運カードはまだいいかな。この空カードの説明一応聞いておこうか。到着金が10倍ね、何かのカードに変身しますっていうね。どうしようかな。サイコロ振ろうか。6、よし、6だからちょっと逃げようか6だから逃げよう。いいカード来い。5を進めるカード、あ、結構いいね。目的地まで5マスの時にね使えるよね。あ、これどうなる。あー、いいね、かぐや姫いいじゃん。そこだとあれだ、あれですよ、アシュラにキングボンビーつけてたよ。さあアシュラがね、私を3、あー、うまいこと逃げたなー、アシュラ。そして増資、アシュラその1だとあれだよね、かぐや姫がちょっとね、やばいよね次のターンさあ私は逃げますよ、逃げて大阪目指しますよ。金太郎カード欲しいんだけどな、もう無理なんだ、熊本はやばいんだ。ね、どうしようかな。冬眠カード使う時ではないかな。よし、お願いします。カード、福引きカード、あ、ザックザクのお金もらえるやつか。1出せ1出せ
あーかわいそうにかぐや姫まだまだ落ち目の時代は続きますね農林物件さえも捨てられちゃったもんね。あーお金、このゲームその0円で終わらないからね、マイナスも続くから。あ、どうする、ぶっ飛びカード、チーカード使うの。あ、新幹線カードになるんだ、いいね。私も空カード使ってみようかな。ということで決算ですよ、15年目。いやー、この年はアシュラ社長が首位を守った、ね、長崎に入るか入らないかのね、スゴロク勝負だったよね。それでもアシュラ社長勝つんだもんね。10億乗りました、収益。かぐや姫よ、収益あるんだ。14億、差つけられたね。お、カニが 20% だから10億乗ったのか、やったぜカニ、うわー92億、かぐや姫ついにマイナス4億。いや、差がつき、ま、ついた1年でしたね。そしてそしてアシュラ社長があのね、福岡のプロ野球チームを購入ということですね。私の一番は富山のバット工場。やっぱり野球なのかな、日本はね、野球で経済が回ってる。シュラ社長に押されてるな。うわー、かぐや姫どん底にまた落ちてしまいました。ということで15年目でした。明日もお待ちしております。16年目、大阪に向かいます。それではまた、さよなら。